アルティメットイヤーズ、アルティメットイヤーズなどの音響機器を設計、製造するアメリカ合衆国のメーカーである。UE、UE と略称される。カスタムインイヤーモニターの草分け的なブランドであり、業界では80%のシェアを誇っている。2008年、スイスのロジェテック、日本法人名、ロジクールの子会社となった。1995年、コンサート業界で活躍する。 音響エンジニアであったジェリー・ハービーが設立。彼はその年にバンヘイレンのモニターエンジニアとしてツアーに同行している際、ドラマーのアレックス・バンヘイレンから大音量で耳を痛めるに変わるものを頼まれ、エンジニアとしての経験を最大限に活かし個人ごとの次回の形に合わせて、外音を効率的に遮蔽するカスタムインイヤーモニターを思いつき、開発することとなった。 当日まであったミンリーと共に、ラスベガスで会社を創立、制作はウェストンが言った。21世紀に入り、カスタムインイヤモニターの需要は大きくなり、その過程で、ウェストンと他元を分かって、独自の制作ラボを設立し、製造を開始した。その後プロのミュージシャン向けのカスタムインイヤモニターの、プロバイダーとして、業界シェアナンバー1を維持している。 ジェリー・ハービーはカスタムインイヤモニターにとどまらず、高射音性能を持ったステージモニター用ユニバーサルフィットイヤホンについても、ウストンと共に手話の e 1や e 5のデザインチームの一員として寄与していたが、リンキンパークのボーカリストであるチェスター・ベニントンが携帯プレイヤーでもアルティメット・イヤーズのカスタムイヤモニターを使用していると創設者に話したことがきっかけとなり、自社ブランドで コンシューマー向け高射音声ユニバーサルフィットイヤホンのファイ、シリーズが発売され、高音質と幅広い音場で高い評価を受けた。創立者はユニバーサルフィットイヤホンの販路拡大のため、投資会社のボブ・アリソンを CEO に迎え、自らは CTO となった。日本では当時国内販売代理店であった M オーディオからファイシリーズの OEM モデルも発売された。なお、 創立者のジェリー・ハービーは2007年会社を離れ、その後、新たに JHO 利用を設立した。2008年8月14日、スイスのロジェテック、日本法人名、ロジクールに3400万ドルで買収されたと発表され、子会社化された。それに伴い、日本国内ではロジクールがコンシューマー向け製品の販売利点となった。ただし、 カスタムインイヤモニターについては耳型を取って米国本社に製造依頼を行う販売代理店、オーディオロジストは日本にはなく東アジアでは上海に存在するのであり、国内からは直接米国本社に製造依頼する必要があった。2013年9月7日、ロジクールはカスタムインイヤモニターを国内で販売展開し大阪に本場し、 東京秋葉原のいいイヤホン店舗で耳型の音響確認や製造依頼を受け付けることとなった。ただし、耳型は医療機関や補聴機店などであらかじめ採取する必要があった。また、一部の機種は販売対象外となっている。2015年8月29日、ロジクールは東京秋葉原のいいイヤホン店舗で 3D スキャナーによる耳型採取サービスを始め、 フィッティング調整も行うことが可能となった。これに伴い、国内で提携する耳型再取点についても指定されることとなった。2016年12月17日、インイヤーモニター最上位機種の18プロの後継機、18プロを発表するとともに、日本限定で18プロユニバーサルバージョンを発売することとなった。すべてカナル型のイヤホンである。 すべてカナル型のイヤホンである。製品名の後ろにバイが付くモデルは iPhone、iPad 用に開発されたモデルで、ハンズフリー通話、指示通話のための高感度、小型マイクロフォンとマルチファイクションボタンが搭載されている。ただし UE900、UE600 UE にはバイの名称は付加されていないが、同等の機能がある。 日本国内で販売されている iPhone 用ハンズフリー、通話対応のインイヤーヘッドホンは非常に少ないが、アルティメットイヤーズでは積極的にラインナップを揃えている。また、最近では製品名の後ろに VM が付くモデルは Android、Blackberry に対応している。コンシューマー向けモデル、TRIPLE.FI10 Pro、SUPER.FI5 Pro、 super.fi5eb, s u SU p e r f i 3スタジオはケーブル着脱可能な機構になっておりケーブル断線時に手軽に交換できるメリットが日本国内販売代理店がロジクールになった直後はケーブルの単体販売はされなくなったが現在はロジクールストアで取り扱っているイヤホン断線時にケーブル交換が可能で 交換用ケーブルが単体で市販されていることが特徴であり、売りの一つ。ロジェテックに買収された後、しばらくは交換用ケーブルが市販されなかったた、ネットオークションで純正交換用ケーブルが高値で取引される例もあった。また、サードパーティーからも比較的高価ではあるが、互換品の交換用ケーブルが販売されている。なお、日本において愛用者からは、 ファイシリーズは俗にブタパナとも呼ばれている。これはイヤーチップを外すとノズルが豚の鼻のように見えるためである。2機以上のスピーカーを搭載したモデルは高音域用と低音域用で出力ノズルが分かれているため。iPhone、iPad 用に開発されたモデルでハンズフリー通話、シリ通話のための高感度、小型マイクロフォンとマルチファイクションボタンが 搭載されているロジテック日本名ロジクールブランドで2011年12月から発売していたブームバックス TS500TS800 の後継改良機種として2013年4月に UE ブランドで WS500WS800 を発売し Bluetooth 接続の高音質ポータブルスピーカーの 代表的な機種として認知され、その後ラインアップを拡充している。2016年10月には送信側となる iOS、Android アプリをアップデートし、50台以上の製品をペアリング指導時に鳴らすことが可能となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。